皆さんこんにちは、フォーゲーマー石原大地です。今回ですね、サモンズボードをやっていきたいと思います。今回来ているのはですね、なんとフェイトとのコラボがついに発表されまして、発表されたというか開始されまして、今日から始まっておりますということで、今回はちょっと今までなかったんですけど、なんかどんなものかと、このコラボが、それをちょっと紹介していきたいなと思います。で、今回のコラボは要点としては4つですかね、4つ要素がありまして、まあ、ダンジョンが、コラボダンジョンが1つで、もう1つ第1のダイヤですね。で、あと、コラボのランバトがあって、コラボのガチャがきます。で、多分別の動画でコラボのガチャをやるので、今回は、コラボダンジョン2つとランバトについて紹介したいなと思います。ということでですね、見ていきたいんですけど、まず第1弾こちらですね、地下聖堂というダンジョンになります。で、待っているのがですね、くずき総一郎、こちらですね、こちらのキャラクターになっております。で、くずき総一郎に関してはもう一体ですね、キャスターっていうのが間違えてるんですけど、まずくずき総一郎ですね、くずき総一郎に関してはですね、カウンタータイプでスキルがですね、1.3 倍で反撃で、11列の敵は一旦の間スキルを使用不可っていうやつなんですけど、これ意外と僕ちょっと注目していて、まあ、多分最短9ターンで 3.5 倍なんで、まあ、そんなに強くはないんですけど、スキル使用不可と合わさってるタイプだと、多分カウンター付与するとそのデバフを、あ、じゃないな、バフをこう解除するとか、あとなんか敵がすごい強化されるとか、なんかそういうのを割り込みスキルで使用してくるボスとかいたりすると思うんですよ。で、そいつに対してスキルを封印できるんで、結構タイミングによっては使いどころがあるんじゃないかなと思っております。はい、そんなくずき総一郎さんで、キャスターですね、もう一体キャスター待ってるんですけど、キャスターも実はすごい僕の中では気にしていて、キャスターはスキルアタックタイプですね、スキルアタックタイプなんですけど、最短4ターンで前方3マスに20倍ノックバックダメージを与えるんですね。で、これ何が近いかっていうと、ラフトクラティラって僕がよく使ってるスキルアタックの星6ですかね、やるんですけど、それと多分近い存在になるかなと思います。で、タイプも近くて、攻撃力は同じです、ラフトクラティラと。で、スキルの倍率も同じです。ラフトクラティラが十字列なんで、ちょっと使い方によってなかなかピーキーなものになるんですけど、まあ、キャスターの方が前方3列なんで使いやすいかなと思っております、個人的には。はい、で、あとですね、こちらのダンジョンで出てくる、まあ、いわゆる雑魚になるんですけど、この辺スキルレベル上げに使えるので、ヤトガミとアザトースですね。アザトースはニコ生でもちょっと紹介した冥王権限で使える、カウンターパーティーとかとか使える、使う場合ですけど使えるキャラクターになってるので、持ってる人はスキルレベル上げとくといいかなと思います。で、あとこちらセイバーシックバージョンですね。このキャラクターはいわゆるイベントとかコラボでよく出てくるキャラクターなんですけど、経験値とコインが 1.5 倍になるというキャラクターになっております。で、手に入れとくとかなり便利なので、で、ダンジョンの種類が駅、府、南、極って4種類出てくるんですけど、駅をクリアするとミッションで必ず手に入るキャラクターになっております。これは手に入れといてもらいたいですね。で、あとはまあフラごとにですね買っていくと、一番最後は極に関して言えばチビラッペンが手に入るので、スキルレベル上げに使えるキャラクターですごく貴重なので、まあ、この辺りはしっかり手に入れてほしいなと思います。期間がずれまして、3月6日、3月13日に関して言えば英雄王権限っていう神ですね、神系のダンジョンが登場します。まあ、能力見ていきますと、ギルガメッシュはですね、スキルアタックタイプで最短15ターンで全体に攻撃力25倍ダメージを与えるっていうものなんですけど、まあ、全体への攻撃エステのダンジョンで時々あるので、まあ、そういったところで活躍するかなと。ただやっぱ最短15ターンって結構重いんで、使いどころがね難しいような気はしています。で、リーダースキルは光属性の味方攻撃力 2.5 倍で、攻撃タイプの味方はダメージの 50% 軽減なんで、光 と、攻撃が被ってるキャラクターがいいですね。で、あと能力に関して言えば貫通レベル2と回避アップですね。まあまあなかなか汎用性の高い能力なので優秀かなと思います。で、あとこちらもですね、神級の英雄権限で確実に手に入るアサシンになっております。アサシンはタイプがですね、HP とアタックタイプですね。スキルがちょっとまあ珍しくて、今のところ回避を打ち消すようなスキルを持っているのは、フォンセとドルガだけかなと。ちょっといろいろ便利かなとは思います。まあ能力も高いんでね、といった感じですね。あとはもう一個ですね、
はい、コラボ聖杯戦争開戦ということで、まあ、ランバトですね、ランバト。これがですね、3月4日金曜日からですね、ほぼ1週間ちょいぐらいですかね、やります。で、登場するのが、まずランサーとセイバーウルスラグナーですね。まずセイバーウルスラグナーなんですけど、最短5ターンで、まあ、スキルアタックタイプで、縦1列を全防3マス的に非属性攻撃力35倍ダメージなんで、まあ、組み合わせによっては、まあ、2マスが限界なのかな。ボスとかでも多分最大2マスとかになると思うんですけど、かなり強力だと思います。で、なおかつ、こちらにバフをかけて、2ターンの間スキルダメージを 50% 軽減できるんで、かなり優秀なんじゃないかなと思っております。あと、ランサーですね。ランサーは進化する。ランサーに関しても、これもスキルアタックタイプですね。横1列の敵に非属性50倍ダメージ。で、3ターンの最大で25倍の非属性呪い状態。で、アシストではないので、なかなかこのパーティー編成が難しいような気はしています。で、リーダースキルは非属性縛りの攻撃力 2.5、HP って2倍なんで、まあ、かなり汎用性は高いかなと思っております。はい、といった感じのが今回のコラボの内容となっているかなと。まあ、ガチャに関してはね、また別の動画で紹介するんですけど、まあ、ポイントになるのは、僕は個人的にはキャスターが気になるところと、セイバルスラグナーですかね。最近スキルアタックタイプかなり注目されているので、で、やっぱ低ターンで回せるスキルアタックタイプってすごい貴重な存在なので、まあ、今回で言うとセイバルスラグナーも多分最短5ターンかな。そうですね、最短5ターンで発動できますし、キャスターも最短2ターンといった感じになっております。はい、で、もうすでにダンジョンの方は始まっていて、神級ダンジョンはまだ始まってないんですけど、駅風南国の、通常の方ですね、第1弾地下制度の方は始まってるので、まあ、調整してみるといいかなと思います。ランバトも楽しみですね。神の方も楽しみにしております。はい、といった感じですね。あ、そう、再三さっきから言いますが、レアガチャの方も後々引いて動画を上げたいと思います。そちらもチェックしてみてください。はい、といった感じで今回の動画は以上となります。それではまた別動画で、バイビー。